どうも。今日はね、9月の18日の昼過ぎですね。知人が好きなオムライスがあるというのでね、そのお店食べに向かっております。お店の存在はね、昔から知ってたものの、私の周りで知ってる人がいなかったため、入ったことのなかったお店になります。それとね、お店の前を通るだけではね、その、なんていうでしょう、海鮮専門店に思えるんですよね。まあ、場所的なものもありますけど。だから、あまり私はね、そっちの方には触手向かないので、入ってなかったんですよね。そこが、オムライスが美味しいって言ったら、じゃあ行ってみるって言って、向かっております。このね、左側はこれ多分ね、三崎公園の跡地になるね。もう今は三崎町の持ち物ですけどね。はい、見えてきました。はい、あのお店ですよ。到着でございます。旅館お食事処岡野さんです。大丈夫よ。はい、ありがとう。
やー美味しかったです。まあまあね、見た目スタンダードなんですけど、あれ牛肉やったかな、とりあえずチキンライスではなかったです、ね、ケチャップライスではありますけども、チキンライスではないものが入ってましたね。一つ一つの具材も大きいし美味しかったです。それとまあね、ラーメンか何かあるんやったら一緒にと思ったんですけど、ちょっとメニューが多すぎて見当たらなかったので、奥様に何か汁物が欲しいねって言ってお願いしたら、じゃあ吸い物でって言ったんですけど、結局魚のアラの潮汁が出てきました。もうびっくりしました。美味しかったです。メニューはね、もう店内カウンターっていうかね、うん、ずらっと張り巡らされてましたけども、メニューに関しては撮影禁止っていうことになってました。うん、一体何があるんでしょうね。何かイチャモンつけられることがあったんでしょうね。残念ですけども、でパッと私みたいなもんでもね、あこれ食べたい、あれが食べたいと思うようなものもたくさんありました。貝類なんかもあるみたいでね、貝とかは食べるの、普通に食べるので、次回は食べてみたいなと思います。まあまあ、あの潮汁自体でね、その生臭い料理出すとこあるんですよ。でも今の岡野さんは全然違いましたから、他のメニューも楽しみです。いやーありがとうございました。いやー今日は天気がね、暑すぎない程度に晴れてるので気持ちよく走れてます。止まると暑いですけどね。じゃあそういうことでお家に帰りたいと思います。そんじゃまた。